皆さん、ポコニャチは。さあ今日はどこまでマリオチャレンジ。ずっと残機をカンストデージしたいが、果たしてどうなるかしら。おっと、ボス戦がありそうな雰囲気が。中間地点早すぎではあるが。あ、これ何度も戻ってきたり。さあここは、ボス戦的な、チョロプーとか楽勝じゃん。倒して鍵をゲットするのかしら。デカチョロプーはなしと、面倒だしスルーでいいや。本当に大丈夫？お、ラッキーキノコをゲット。そしてまた中間だな。一応ゴリ押せば上のドアも入れるけど。あ、今度はフラワーだ。月相が厄介だけど、フラっても奥のフラワーを取れるからな。さすがに簡単すぎじゃない？あ、こっちに戻ってきたのね。だが今度はフラワー状態できたから、上のドアに行くと、ダメージ食らってんじゃねえよ。え、もしかしてまずかった？いやここでもフラワーが取れるな。今度はカロンコーラか。で、またダメージ食らってるじゃない。でもカロンコーラさえあれば。という失敗がないようにしないとね。いや、なかったことにしないでよ。っていうか地味に残機が一つ減ってるっていう。いや、戻ったけどアイテムは復活してなくてね。さあ今度はカロンコーラを生えてきた。今度はブラパのドアに入るのね。あれ、右上のドアも行けるけど。順番に入った方がいいのかしら。おっと今度はトゲメットか。よし、どんどん強くなっていくぞ。でも敵もどんどん強く。ちょっとそこで下に降りてくるのは反則。まあトゲメットは取れたことだし。さあ今度は。あ、真ん中のドアだね。さりげに予備のトゲメットを持ってるし。これはまあ当たり前と言いますか。お、今度は羽か。んでもカメックが多くて。このトゲメットを投げれば、もう一掃できるじゃん。く、でもギリギリワンナップはできずか。まあゴールバーでワンナップを狙えば、できればな。さあこれで上のドアに行けばいいんだね。そこに登るだけだったらもっと前にも行けたが、なんならコーラさえあれば壁当てジャンプでも行けるしね。そしてここは、おっとぐんぐん戦か。さすがに倒さなきゃダメ。あ、あれ、鍵なしか。うん、倒しずんね。さあ続きまして。あ、この感じ、ゴールは近そう。よし、やっぱりワンナップキノコ。これであとはゴールするだけね。さあゴールではないみたいだが、ってこれ急がないと床が壊れるわよ。オーマント出てたからよかった。フルニャンしたら苦労してたのか。って、クッパジュニア戦。今までの敵は鍵を持ってなかったけど、必要なのはクラウンじゃね。とりあえず倒すか。サクッとな。オッケーオッケー。やっぱり鍵は持ってなかったわね。だがこれで奥の硬いブロックを壊せるな。で、クッパの炎も飛んできてるわけだけど、やっぱり倒さなくちゃダメ。ま、こんだけのフル装備だし、倒すこと自体は簡単だろ。よし勝負だクッパ。あれ、ゴール。おい、勝負とは。いや、平和が一番。たく、気が抜けちゃったじゃない。ごめんごめん。お化け屋敷かよ。んーとゴム兵が出てきて。着火されて。え、だがゴム兵が壊すものって。ドカンと。何も壊れてないじゃん。あや、もしかして出し方間違えた？でもゴム兵を下に出せなくない？右から入り込めば一応できるが。んーまあとりあえずいっか。さあこの上には何かあるかな？左に行ったら閉じ込められちまうが。で、わっと。ちょ、すぐにゴールだったが、トゲブロックで塞がれてたわよ。大丈夫、突き出てるゴールバーに触れられれば。大丈夫なの？若干ブレーキすれば。おお、乗った。こういうことですよ。てか、ドクロリフトから行った方が乗りやすかったんじゃない？ま、クリアできたからいいじゃん。残機が一つ減っちゃったけど、ここで取り返せるって。ここはしゃがんで回避してと。危ねえな。上に10コインがあるわね。んー、これはスルーで。ちょ、隣にガボン。うん、これは大量のガボンがいるコースか。ちょっと厄介なコースかもしれないわね。とりあえず上の P スイッチを押してみる。気をつけてね。ちょ、持っていけばよかったのに。いや、余って踏んじゃったの。でもこれだけの橋だったら問題ないわね。よし、この土管かな。うへぇ、相変わらずのガボンでこれ以上で登らなきゃ鉄球にやられちゃう。大丈夫、焦らなければ。ちょっと引っかかってヒヤヒヤしたが、そんなミスをしても余裕なんだって。さあどんどん行こう。相変わらずのガボンね。しかも坂上にいるってのがいやらしいな。こうやってスピンジャンプで。って、どうし打ちかよ。待ってたら勝手に数が減るっていう。楽勝じゃん。さあどこかでワンナップはできないかな。あれ、こっちは通れない？んー、ただのキノコか。下ルートが正解か。一応バネは持っていこうか。ああ、何かに使えるかもしれないからな。あれ、こっちも行き止まり？いや、多分の鉄球が壁を壊してくれる。そしてダメージを食らいながら新しいキノコを取るという高等テクニック。やかましいわ。今のラボンの避け方見た？先にジャンプ台を投げたおかげでしゃがみジャンプが入ったのね。いやー美しい。自分で言うなし。さあ結構進んできてると思うけど。そろそろゴールは近いかしら。このバネを使えば30コインが取れるじゃん。
まあ、これを取るようではないと思うけど。持ってきてよかったな。あとはどこかで空中バネジェンをかまして一気にゴールまで。できるなんする気満々じゃない。いや、そもそも空中バネジェンの成功率は激低だが。そんじゃあヒップバネジェンでも。はいはい、期待はしないわ。お、今度は左か。バネを持っていけるのはここまでか。そして土管からもトゲが出てくると赤土管には特に注意しないとな。で、この土管すべてからトゲが開いて、やばくね。さすがに一回は食らうかしら。こういうのはリズムでホイホイ行くに限る。で、すべてのトゲを回避してる。じゃあ、ノーダメージで突破したぞ。すごいわ、まさかの。まあ、たまたまだとは思うが、そこは素直に褒めてよ。キノコが補充できるみたい。まあ、クリアだからいいさ。何気に50コインでワンナップできたしな。よーし、また残機がカンストだ。このまま今回もカンストで終われるかしら。だといいけどな。さあ、適当に入ったけどよかったのかな。多分ピンクコインを集めるコースじゃないかしら。よし、この歯をゲット。あらー、速攻で失ってんじゃねえよ。なんであんたコーラなんて投げたのよ。いや、ほらワンチャンワンナップできないかなって。たく、今はカンストだからゴールを目指せばいいっての。ごめんって。さあ、なんか楽しそうな感じね。デカコーラがどんどん登っていくんだぜ。この道の開拓の仕方って気持ちがいいよね。さあ、ピンクコインはどこかしら。取り逃しが一番怖えよな。左ルートが気になる。あっと、これは。いや、今のは簡単に避けられただろ。いや、ジャンプの高さが中途半端になっちゃって。ま、ここでキノコを取れたからいいが、ここはただのコインベアか。ま、生き損だったけど、これで心置きなく先に進めるな。もやもやしたまま進みたくないもんね。このパタパタを踏みつつどんどん下に。はい。もちろん今のは冗談で。でも見た冗談だし、さっき下からここの様子が見えてたじゃない。そんなの見てる人の方が少ないって。たく。さあ、この上は？お、よかったじゃん、ワンナップキノコ。これでゴールすればチャラよ。オッケオッケ。でもピンクコインがどこにもなかったんだよね。もうちょっと先にあるのかしら。ではっとここにあるじゃん。なるほど、そういう感じ。それぞれの部門をクリアすれば確実に取れるってわけね。あれ、土管に入ったのにドアから出てきた？二つ目のドアまでカットしたんだよ。さあ、これはワンワンを右に連れていけばいいのかな。パウの足場ができるのね。そして最後にこの歯がもらえると、これでブロックを掘れるんだね。続いて空を飛ぶんだな。ちょっと助走が短いかも。切り返せばいけそうね。ほい、よし、オッケーオッケー。一つ一つのギミックはそんなに難しくはないわね。で、ワンワンのいる道を通らなきゃか。まあ、この歯で倒せるからいいじゃねえか。失敗してダメージを食らったら最悪。大切にしなきゃね。ま、ポコニャンのことだからどうせ。リズムでホイホイ行くのがいいって言うのでしょ。どうしてバレたんだ。ちょ、危ねえっての。でもちゃんと華麗に倒せてるでしょ。自分で華麗とか言わないの。さあ、このシーソーは、どんどん降りていく感じ。ここはさすがに慎重に行かなきゃダメよ。もちろんわかってる。やっぱり右が正解。お、土管があるが。で、これは入れない。ってことは別に行く場所が？おお、この土管だ。よし、二つ目をクリア。あと三つね。あれ？鍵ドア？なるほど、クッパ戦か。ちゃんと鍵を取っても戻れないようになってる。ズルニャン対策されてるわね。まあ当たり前だろ。さあ、クッパをサクッと。で、こいつぐるぐる回ってるのな。ていうか、奥にいるであろうクッパの炎が厄介。オッケー、倒せた。さあ、次もやっぱり。クッパ戦だな。で、何かしらこの大量のバネ。あ、奥に投げ込む感じ？ほう、奥に投げ込むことで、この塀が弾んでクッパに当たるのね。さすがにここもカットさせてもらいました。地味に時間がかかってそうだからな。さあ、これで3枚目をゲット。あれ、この雰囲気。まだ突然。クッパジュニアが2体もいるじゃねえか。で、これはどうやって倒せばいいの？あ、ボム兵が爆発したら土管から何かが出てくるのかも。あー、なるほどね。お、ノコノコが出てきたな。これを投げ込めば音符ブロックで跳ねてダメージを与えられると。両サイドから出てくるからすぐに倒せそうだな。しかもダメージを食らってもこの歯は無限脇よ。これはありがたすぎるね。逆にこの歯が出てこなかったらかなりきついっていう。あ、鍵を持ってるのは左のクッパジュニアだけだったか。右は倒さなくてよかったのね。まあわかるわけねえが。あ、もしかしてこれで終わり？おお、四つ目はめっちゃ楽だった。さあ、いよいよラストね。次もボス戦っていう感じではなさそうだが。あ、作り棒ね。フラワーかこの葉か。普通はこの葉一択だが。で、フラワーで行くの？間違えただけさ。ダメじゃねえか。まあ、靴を履きながらファイヤーも打てるし。まあ、どっちも強いは強いかな。これって靴が脱げちゃまずいかな。ではっと。あ、危ないわね。全部何も出てこないかと思った。お、今度はデカヒールか。これで右のブロックをヒールドロップでズザザザと。あの気持ちいいやつね。頼むから声に出すのはやめろよ。え、それってもしかして。あー、気持ちいい。だからやらんでいいっての。あはは、これのことか確認したくて。はいはい、早く先に進めっての。あれ、でもこれってまた、掘らなきゃダメなのか？それでは皆さんご一緒に。
ヤナミがご一緒にだしデウカレイムもやってんじゃねえよ。うふふ、私も久しぶりにやりたくなってね。ああはいはい、もう勝手にしてくれ。と言いつつ本当はマリサもやりたかったんでしょ。いやそんなことねえし。じゃあこれで5枚すべて揃った。あとは鍵ドアに入ってすぐゴールかしら。だといいけどな。じゃあゴールだ。それじゃあ次の動画へ行ってらっしゃいだぜ。